ウクライナのゼレンスキー大統領が、ああ、米国議会で、まあ、リメンバーパルハバーをキーワードとして、今回のロシアの侵略について、こう、なぞらえたところについて、久保さんどう思いますかってうのですけども、おそらくあれでしょ日本の人が、またね、あの、リメンバーパルハバーとか、ここで持ち出して、何支援してる日本の、あの、腰を折ってんだみたいな言い方をするわけでしょで、そういうね、見方しかできないんですよ、結局日本人って。人の言ったことの揚げ足とって、 で、こいつは論破してやるみたいな感じでねで自分は大した主義主張を持ってないわけなんですようんだこれねどういうふうに私が思うかっていうとリメンバー・パール・ハーバーにしてもナチスの大虐殺ホルコーストにしても、まあ、アメリカのね東京大空襲とかそれから原爆ね核兵器の利用とかってやってしまったからそれを反省してもう二度とやらないようにしましょうねっていうことで。 戦後70数年を私たちは過ごしてきてるわけなんですよ。だからアメリカも今回核ミサイルなんてことになったらねとんでもないことになるから刺激をしないようにしないといけないよって形ですごく慎重にことを進めてくれてると思うんですよもう核を使った当事国としてもう使わないぞって使ったらこんな悲惨な目に遭うんだそしてもう弁解のしようのない罪を負うんだってことが分かるから核を使った当事者だからこそその恐ろしさを認識してると思いますしもうドイツにしてもね もうドイツはナチスがやっったたここととななら関係ねえよみたいなことじゃなくって確かに、ね、ドイツの人は手を挙げる時にこうやって人差し指立てるんですよね。こうやって手を上げないんですよ。日本人はこうやって手を挙げますけどあれは入るヒトラーにつながるからもうやらないようにしたっていうふうに本当に自分たちの罪を悔いて、えー、もう生まれ変わるんだっていう気持ちでねもう生涯ヒトラーとかナチスって言葉は何かの例えに出されると思うんですよ。最近ででもあれでしょ橋市長とかがナチスに 例えられたりとかしたわけでしょだからそういう風にナチスだのヒトラーだのドイツ旧ドイツだのっていろいろ出てくるわけですよでもそれを噛みしめても絶対に俺たちドイツはそういうことをしないぞとだからいくら例えに出されてもね甘んじでそれを確かにそれはうちの国もいけないことをしたよねって感じでいちいち脊髄反射しないわけですよでも逆に言いたいんですけどリメンバーパールハーワーをねゼレンスキーさんが口に出したかって言って何なんだって話ですよ いや、確かに、あんな奇襲作戦とか、宣戦布告もなくてね、観光客が来てるかもしれない、一般市民がいるかもしれない、パールハーバーに、あの予告もなく、あしょ爆撃を仕掛けたわけでしょじゃあ、それは、正々堂々としていたんですかと。それは、日本人の腹の痛いことだから、つつかないでくださいよってことなんですかね。いや、大いにそれを言われたらね、お前、リメンバーパールハーバーを思い出せって言われたら、確かに、 日本はそういうい歴史があるなだから二度とあんなことはしないぞいやそもそも戦争しないぞっていうふうに私たちはあの決めてるわけじゃないですかでも時間が過ぎて場合によってはね防衛のための戦争はするかもしれないしあの敵基地のまあ何て言うんですかね抑止力のためのちょっとした仕掛けはあるかもしれない、まあ、それはね歴史によってまた解釈変わってくるんだけどもでも言いたいのはレベ何「リベンバー・パール・ハーバー」使われたって ってい,うことでいちいちね日本は悪いことしてないんだそれを出すなって言うんじゃなくって確かにそうだよねとあれは二度とやった日本当時国だからこそあんなことはしちゃいけないっていうふうに私たちは歴史から学んであの予告もなく戦争を仕掛けることはしないって決めたしそもそもそういうことをする人をもうあの私たちはね罵るよと、うん、もうダメだよっていうふうにね考えてるよってことを自覚してるわけじゃないですか。 だからゼレンスキーさんがあのパールハーバーのように卑怯な作戦を使って私たちの国民をロシアはなんかね追い落としてるんだって言ったら確かにそうだと、うん、確かに日本の歴史でもそういうふうなことがあってね実際に古速な方法でアメリカに宣戦線布告しかけたよとだから私たちは当事国として今ロシアがしてることを本当に汚いことだっていうふうに思うと うん、過去を振り返ったら確かに恥ずかしいことだけどもそれを歴史から学んでるはずのロシアみたいな大国がそれをやってるのは許せないよねって感じであの同じ視点に立てると思うんですよ同調できると思うんですよ当時国だからね同じようにもう繰り返しになりますけどもアメリカも核を使ってしまった当時国としてね核を使うもしくは使わせることがどんなことになるのかってことはよく分かってると世界で一番核について研究してそのデータを持ってるのはアメリカだと。 だからこそ核を使わない方法であの戦争になるべく参加しない方法でね経済制裁で追い詰めていくしかないんだっていうふうになってるわけじゃないですか、うん、だからねあのゼレンスキーさんが言ったことのね、一期一句を捉えて、うん、あの発言はどうなのかなみたいなんでね結局あのなんていうのかな、うん、水を刺すっていうかねそういうことを言ってるんじゃないでしょうかって話なんですよいちいち。 <laughs> そのリメンバー・ファール・ファーマの発言に関してはそれはそれで別で論じましょうよでも今回はそうじゃなくってその汚い真似をねロシアが今してるんですよと過去じゃなくて今してるのこれ日本人はどう思うんですかとそれを言うなってことですかと、うん、日本人は日本人でああいうことを過去にしたから反省してもう二度としないしあんなことしちゃだめだっていう自覚が世界一あるから今どうなんですかロシアがしてることを許せないでしょって本当に思うでしょそういう風うに。 昔落ち着いてね日本人はこんな汚いことしてんだって言ってるわけじゃないんだっていうことをねゼネスキーさんから読み取らないといけないでしょうね私たちはねはい以上でございますそれが私の回答です